中央市立たとみ北小学校は、山梨県中央市にある公立の小学校である。2006年2月20日のたとみ町、玉穂町、豊富村との合併に伴い、たとみ町立たとみ北小学校から、中央市立たとみ北小学校へ改称。山梨県中央市の公立小学校であり、1984年に開校した。在学生は、たとみ地区のうち、 タト北小学区に居住する児童である。郵便番号409-3844山梨県中央市薄千七 1740-3JR 東海が工事を進めるリニア中央新幹線のルートがタト北小学校の敷地を横断するように決定された。それにより中央市教育委員会は交渉点を検討している。中央市教育委員会は 平成28年6月9日に、たとみ北小学校の保護者を対象に、一点説明会を実施。市教育委員会は、同校南にある中央市民体育館と中央市民プールを解体し、跡地に移転させる考えを示した。ルートに被らない、現在の校庭には小学校の体育館、プールを建設する。通学路に変更もなく、 距離もあまり離れなかったことから保護者からの意義もなかった。2022年度の完成を目指す方針。今後、市民向けに移転説明会を実施して正式決定する予定。ありがとうございます。